もしよければこれも一緒に持ってってくれませんか。こういうお花飾るとちょっと気分変わったりします。ありがとうございます。いってらっしゃい。行ってきます。あー、阿部さんもあんな風にはなりたくないな。そんなやりたいことだけやってらんないよ。俺の家はさ、家族いてもいないようなもんだから。それ見て笑ってるやつの方がヤバいっすよ。でもいいことばっかじゃないよ。喧嘩ばっかだし。ちゃんと仕事は責任持ってやろうよ。はい。私は将来のこと考えてさ。将来のことって何？それは殴り返しに行ってやれよ。今まで何やってたか聞かせてくれよ。だからああやって船に乗ってるあいつがなんだかんだ一番大人に僕は見えます。この先どうなってくと思う？分かんないけど行くって決めたら行けると思う。そうだといいよな。その当たり前が今は憎くて憎くて仕方ないです。